オペレーティングシステムとは、コンピュータのオペレーションを司るシステムソフトウェアである。OS は通常、ユーザーやアプリケーションプログラムとハードウェアの中間に位置し、ユーザーやアプリケーションプログラムに対して、標準的なインターフェースを提供すると同時に、ハードウェアなどの隔離ソースに対して、効率的な管理を行う。現代の OS の主な機能は、 ファイルシステムなどの補助記憶装置管理、仮想記憶などのメモリ管理、マルチタスクなどのプロセス管理、さらには GUI などのユーザーインターフェース、TCP、IP などのネットワークなどがある。OS はパーソナルコンピュータからスーパーコンピュータまでの各種のコンピュータや、さらにはスマートフォンやゲーム機などを含む各種の組み込みシステムで内部的に使用されている。 商品としての OS にはデスクトップ環境や Windows システムなど、あるいはデータベース管理システムなどのミドルウェア、ファイル管理ソフトウェアやエディタや各種設定ツールなどのユーティリティ、ウェブブラウザや時計などのアクセサリーがマーケティング上の理由などから一緒に含められていることもある。現代の主な OS には Microsoft Windows、Windows Phone、IBM Z、OS、Android、 MacOS, iOS, iPadOS, Linux, FreeBus, Google Chrome OS などがある。OS の主な目的は、ハードウェアの中小化、リソースの管理、そして、コンピュータ利用効率の向上である。OS は、アプリケーションソフトウェアを動作させるのが第一の目的である。このためのインターフェースが、アプリケーションプログラミングインターフェースと、 アプリケーションバイナリーインタフェースである。カーネルはシステムコールによってアプリケーションにサービスを提供する。さらに基本ライブラリーも含めた形でアプリケーションに対して API、AVI を提供する。アプリケーションによっては OS 上のミドルウェアやアプリケーションフレームワークなどを API として使用する場合もある。API はプログラミングのためのインターフェースであり。 プログラムを作成する際の規則を構成する。例えば、C 言語での関数やフォートラン、パスカルなどのライブラリー呼び出しの仕様といったものが、それにあたる。一方、アビは、コンパイルされたソフトウェアが、OS の機能を呼び出す、際のインターフェースであり、プロセスが動作する際の規則を構成する。例えば、UNIX 系の OS は API がほとんど共通だが、アビは、 OS によって異なる。したがって、同じ CPU を使ったシステムであっても、アビが異なれば実行ファイルが異なる。アビには、呼び出し規約、システムコールの方法などが含まれる。なお、OS の垣根を超えたアビもいくつか存在する。例えば、オクンプという MIPS 系チップを使用したユニックス機によるバイナリ共通インターフェースが、日本電機やソニー、住友電機工業、 日本タンデムコンピューターズなどにより定義され、その定義に沿ったユニックス OS が複数販売された。カーネルはコンピュータのハードウェアとアプリケーションを結びつける役目を担っている。ファームウェアとデバイスドライバーの助けを借り、カーネルはコンピュータの全ハードウェアデバイスの基本的制御を提供する。ラム上のプログラムのメモリアクセスを管理し、どのプログラムが どのハードウェア資源へのアクセスを得るかを決定し、常に運用が最適化されるよう CPU の状態を設定し、ファイルシステムとともにディスク、磁気テープ、フラッシュメモリといった長期的不揮発性記憶装置でのデータの編成を行う。プログラム実行 OS はアプリケーションプログラムとコンピュータハードウェアの間のインターフェースを提供し、 OS に組み込まれた規則や手続きに従うことによってアプリケーションプログラムはハードウェアとやり取りできる。OS はまたアプリケーションプログラムの開発と実行を簡素化するサービス群も提供する。アプリケーションプログラムの実行にあたって OS のカーネルがプロセスを生成する。プロセスの生成にはメモリ空間などの資源の割り当て、 マルチタスクシステムでのプロセスへの優先度の割り当て、プログラムのバイナリコードのメモリへのロード、アプリケーションプログラムの実行開始といった仕事が含まれる。そうして、初めてユーザーやハードウェアデバイスとやり取りを開始できる。割り込み割り込みは OS の要であり、OS が周囲の環境と相互作用し反応するための効率的手段となっている。 非常に小さなスタックしか持たない古いシステムでは OS が対応しなければならないイベントの発生源を監視するポーリング方式を採用していたが現代の大きなスタックを持つシステムでは一般的ではない現代の多くの CPU は割り込みをベースとしたプログラミングを直接サポートしている割り込みが発生するとその時点のレジスタコンテキストを対比し そのイベントに対応した特定のコードを実行する。非常に基本的なコンピュータにもハードウェア割り込み機能があり、プログラマーは特定の割り込みが発生した時に実行すべきコードを設定することができる。割り込みを受信すると、コンピュータのハードウェアは実行中のプログラムを自動的に一時停止させ、状態を退避させ、その割り込みに事前に割り当てられているコードを実行する。 これは例えば読書中に電話が鳴った時、本にしおりを挟み、電話に出るのに似ている。現代的な OS では、割り込みは OS のカーネルが扱う。割り込みは、コンピュータのハードウェアが発生させる場合もあるし、実行中のプログラムが発生させる場合もある。ハードウェアから割り込みが発生した場合、OS のカーネルがそのイベントに、どう対応するかを一般に何らかの処理行動を、 実行して決定する。割り込みには優先順位があり、それに従って実行するコードが決定される。再び人間に例えれば、電話が鳴ると同時に火災を知らせる、火災放置機の非常ベルも鳴ったら、電話には出ずに避難するだろう。ハードウェア割り込みの処理は通常、デバイスドライバと呼ばれるソフトウェアに委任される。デバイスドライバは、OS のカーネルの一部という場合もあるし、 別のプログラムという場合もあるし、混在する場合もある。デバイスドライバーは割り込みによって得た情報を、各種手段を通じて動作中のプログラムに中継する。実行中のプログラムが、OS に対して割り込みを発生させる場合もある。例えば、あるプログラムが、ハードウェアにアクセスしたい場合、OS のカーネルに対して割り込みを発生させ、結果として、制御をカーネルに移す。 するとカーネルは必要な処理を行う。また、プログラムがメモリなどの資源を追加で要求する場合、割り込みを発生させてカーネルに知らせる。ただし、それらは一般にシステムコールと呼ばれ、ハードウェア割り込みとは実装が異なることもある。モード X86 のプロテクトモードでは特権リングが利用可能である。OS が各プロセスをどのモードで 動作させるかを決定する。現代的 CPU には複数の運用モードがある。その場合、少なくともユーザーモードとスーパーバイザーモードの二つが存在する。スーパーバイザーモードは OS のカーネルが使用するモードでハードウェアに無制限にアクセスでき、メモリの読み書きの方法を制御したり、グラフィックスカードなどのデバイスとやり取りしたりできる。一方、ユーザーモードは カーネル以外のほぼ全てが使用する。アプリケーションはユーザーモードで動作し、ハードウェアとのやりとりはカーネルを通す必要がある。CPU は2つ以上のモードを持つこともあり、古いプロセッサをエミュレートするのに使ったりする。コンピュータが起動した際は自動的にスーパーバイザーモードで動作する。BIOS や EFI、ブートローダー、OS のカーネルといったごく一部のプログラムが スーパーバイザーモードで動作する。このようになっているのはユーザーモードの環境の初期化はその外側にあるプログラムでないと行えないためである。しかし OS が他のプログラムに制御を渡す際には CPU をユーザーモードに設定できる。ユーザーモードではプログラムが使用できる CPU の命令セットが制限されている。ユーザープログラムでユーザーモードを抜け出すには 割り込みを発生させ、カーネルに制御を戻す。そのようにして、ハードウェアやメモリへのアクセスといったことへの独占的制御を OS が保持している。メモリ管理パー・アーキンソンの法則によると、メモリを拡張すると、プログラムはそれに伴って拡大するという。プログラマーは無限の容量と無限の速度のメモリを理想としている。コンピュータのメモリは階層構造になっていて、 最も高速なレジスタからキャッシュメモリ、ラ m 最も低速なディスク装置がある。OS 内のメモリ管理部はこのようなメモリを管理するもので利用可能な部分、割り当てと解放、主記憶と二次記憶との間でのスワップなどを制御する。マルチプログラミング OS のカーネルはプログラムが使用中の全システムメモリの管理責任を負っている。 それによってあるプログラムがすでに別のプログラムが使用しているメモリを誤って使用しないようにしている。プログラム群は自分割りで動作するので、それぞれのプログラムの独立したメモリアクセスが可能となっている。協調的メモリ管理は、初期の OS でよく使われた方式で、全プログラムが自発的にカーネルのメモリ管理機構を使い、割り当てられたメモリをはみ出さないように動作することを、 前提としている。プログラムにはバグが付きもので、そのために割り当てられたメモリからはみ出すこともあるため、このようなメモリ管理は今では見られない。プログラムが異常動作すると、他のプログラムが使用中のメモリを書き換えることもあった。悪意あるプログラムやウイルスが意図的に他のプログラムのメモリを書き換えたり、OS 自体の動作を妨げたりすることも可能である。強調的メモリ管理では、 たった一つのプログラムがおかしな動作をするだけでシステム全体がクラッシュする。カーネルによるメモリ保護によりプロセスのメモリへのアクセスが制限される。メモリ保護には様々な技法があり、セグメント方式とページング方式が代表的である。どの技法でも何らかのハードウェアサポートが必要であり、あらゆるコンピュータがそのようなハードウェア機構を備えているわけではない。 セグメント方式でもページング方式でも CPU 内のユーザーがアクセスできないレジスタ群でユーザープログラムがアクセス可能なメモリアドレスの範囲を設定している。その範囲以外のアドレスにアクセスしようとすると割り込みが発生して CPU がスーパーバイザーモードに遷移しカーネルがその状況に対処する。これをセグメンテーション違反と呼ぶ。 セグメンテーション違反は一般にプログラムの間違いから発生するので実行を継続するような対処は困難であり、カーネルは問題のプログラムを強制終了させエラーを報告するのが一般的である。Windows 3.1から Windows 目までは何らかのメモリ保護機構を備えていたもののそれを回避するのも容易だった。そのためセグメンテーション違反の発生を知らせる。 一般保護違反が考案されたが、それでもシステムがクラッシュすることが多かった。仮想記憶多くの OS は、メモリ空間をハードディスクおよびラム上にバラバラな形で確保して、プログラムに対して連続に見せるトリックを使っている。これを仮想記憶と呼ぶ。ページングやセグメントによる仮想記憶を使用することで、カーネルは任意の時点で、 各プログラムが使用するメモリを選択でき、同じメモリ位置を複数タスクで使用させることも可能となる。あるプログラムが使用可能な現在のメモリ範囲だが物理メモリが割り当てられていない位置にアクセスしようとしたとき、セグメンテーション違反のように割り込みによってカーネルにセ移する。このような割り込みをユニックス系ではページフォールトと呼ぶ。カーネルがページフォールトを受け付けると、 そのプログラムに割り当てられた仮想メモリ空間の調整を行い要求されたメモリアクセスが可能になる要物理メモリを割り当てる。これによりカーネルはそれぞれのアプリケーションへのメモリ割り当てを自由に決定でき、さらには実際には割り当てないでおくことも可能となる。現代的 OS では相対的にアクセス頻度が低いメモリを一時的に ディスクなどの二次記憶装置に対比させ、主記憶を他のプログラムのために開けることができる。これをスワッピングと呼び、限られたメモリを複数のプログラムで使用可能にし、メモリの内容を必要に応じて対比させたり、復帰させたりできる。仮想記憶により、実際に搭載しているよりも多くのラムを使用しているかのような感覚でコンピュータを使用することができる。 マルチタスクコンピュータ上の角動作はバックグラウンドであっても一般のアプリケーションであっても内部的にはプロセスとして動作する。DOS のような機能の限定された OS は一度に一つのプロセスしか実行できない。近代的な OS は一度に複数のプロセスを動作させることができる。プロセス管理は複数のプロセスを実行するために OS が行う処理である。 プロセッサを一つだけ持つ一般的なコンピュータではマルチタスクは高速にプロセスからプロセスへ切り替えを行うことで実現されるユーザーがより多くのプロセスを実行すれば個々のプロセスに割り当てられる時間は少なくなっていく多くのシステムではこれが音声の途切れやマウスカーソルの奇妙な動作などを引き起こす一般的なプロセス管理はプロセスごとに優先度を与え それによって配分される時間を決めている。OS のカーネルには、スケジューラと呼ばれるソフトウェアが含まれており、プロセッサが実行すべき、プロセスの順序と一度に実行する期間を決定している。スケジューラが選択したプロセスにカーネルが制御を渡し、それによって、そのプログラムが CPU とメモリにアクセス可能になる。その後何らかの機構で制御がカーネルに戻され、 スケジューラーが再び新たなプロセスを選択する。このようなカーネルとアプリケーション間の制御の切り替えをコンテキストスイッチと呼ぶ。プログラム群への CPU 時間の割り当て方法の初期のモデルとして強調的マルチタスクがある。このモデルではカーネルがあるプログラムに制御を渡すと、そのプログラムは時間を制限されることなく処理を行え、カーネルには 自発的に制御を戻すことになっている。したがって悪意あるプログラムやバグのあるプログラムがあると他のプログラムに CPU 時間が割り当てられなくなり無限ループに陥っている場合はシステム全体がハングアップする。プリエンプティブマルチタスクでは動作中のプロセスから任意の時点で制御を奪うことができ全プログラムに所定の CPU 時間を割り当てることが可能である。 これを実現するため OS はタイマ割り込みを使用し、所定の時間が経過したら割り込みを発生させてスーパーバイザーモードに制御を戻させ、カーネルがスケジューラーを呼び出す。現代的 OS ではプリエンプションの考え方をユーザーモードだけでなくデバイスドライバやカーネルコードに対しても適用し、リアルタイム性を向上させている。ホームコンピュータなどのシングルユーザー OS では 少数のよく評価されたプログラムしか使わないことが多く、協調的マルチタスクで全く問題ない。例外としてミカウスは初期のバージョンからプリエンプティブマルチタスクを実現していた。マイクロソフトウィンドウズで初めてプリエンプティブマルチタスクを実装したのは Windows NT だが、それが一般家庭向けに発売されるのは Windows XP からだった。 ディスクアクセスとファイルシステムファイルシステムは多くの場合ディレクトリを使ってファイル群を編成したり分類したりできる。ディスクに格納したデータへのアクセスはあらゆる OS の中心的機能である。コンピュータはファイルという形でディスクにデータを格納する。ディスクの内容は高速アクセス、高信頼性、ディスク領域の利用効率などを考慮して編成される。 このファイルをディスクに格納する方式をファイルシステムと呼び、それによってファイルに名前と属性が付与される。また、ディレクトリあるいはホルダと呼ばれる構造を使い、ファイル群を改造構造内に格納できる。初期の OS は一種類のディスク装置しかサポートしておらず、ファイルシステムも一種類ということが多かった。初期のファイルシステムは容量や性能が低く、 ファイル名やディレクトリ構造の面で制約が多かった。そういった制約は OS 自体の設計上の制約を反映していることが多く、複数のファイルシステムをサポートするのも OS の制約の観点から非常に困難だった。より単純な OS ではストレージへのアクセス手段が限られているが、UNIX や Linux などの OS では仮想ファイルシステムという機構をサポートしている。 UNIX などの OS は様々なストレージデバイスをサポートしており、それらの仕様やファイルシステムとは独立した共通のアプリケーションプログラミングインターフェースでアクセスできるようにしている。そのためプログラムはアクセスしようとしているデバイスに関する知識を持つ必要がない。VFS 機構によりプログラムはデバイスドライバーとファイルシステムドライバーを経由してシステム上の あらゆるデバイスと様々なファイルシステムにアクセス可能となる。ハードディスクドライブなどの補助記憶装置にはデバイスドライバーを通してアクセスする。デバイスドライバーは担当するデバイスのインターフェースをよく理解しており、それを OS が全ディスクドライブに共通で用意しているインターフェースに変換する。ユニックスではそれがブロックデバイスのインターフェースである。代表例 Linux を 元プラットフォームとして開発されたものには、エク x ト2エク x ト3レイサーフスなどがある。また、他のプラットフォームから、XFS、JFS、FAT ファイルシステムなどが移植され、NTFS も不十分ながら読み書きが可能である。マッキントッシュではまず最初にマッキントッシュファイルシステムが実装されたが、ディレクトリ機能を備えていなかったため、 ファイルブラウザファインダーでフォルダをエミュレーションしていた。その後ハイアラーキカルファイルシステムでディレクトリ機能を実装し、現在は改良を加えた HFS が採用されている。現在 MacOS で読み書きが可能なものは HFS、HFS、UNIX ファイルシステム、FAT となる。なおユフスの使用は一般でなく、FAT への対応はたプラットフォームとの データ交換に用いられる。NTFS は読み込みのみが可能であり、書き込みについては、コモンインターネットファイルシステムによるネットワークを介したものに限られる。Windows が標準で扱えるファイルシステムは FAT、FAT32、NTFS である。NT 系の Windows では、NT3.51 までは OS に標準の HPFS にアクセス可能だった。 現在 Windows 上では NTFS が最も信頼性と効率が高いものとして一般的に利用される。FAT は MSDOS から採用される古いファイルシステムであるがパーティションやファイルサイズに制限があり大容量化したハードディスクではあまり用いられない。このためファイルサイズの制限をなくした XFAT が新たに開発された。なお XFAT は Vista やでは標準で使えるが、XP で XFAT を使うためには専用のプログラムを新たにインストールする必要がある。プラットフォーム間の再 f a t はその仕様の制限から大容量のハードディスクには向かないが、その一方構造が単純でデジタルカメラや携帯電話などの組み込みシステム向けを含む様々な OS で読み書き可能なことから各種メモリカードや USB メモリなどプラットフォームをまたぐ用途においては主流である。なお、それらフラッシュディスクの大容量化に対応するため、マイクロソフトは FAT を拡張した XFAT というファイルシステムを発表している。マッキントッシュから Windows 等へファイルを転送すると、転送先の Windows 側に本体とは別のファイルが出現することがある。これは HFS や hfs のみがサポートするリソースフォークと呼ばれるデータ構造によるもので、マッキントッシュではそれらを一元的に管理を行うため、一つの書類に見える。このようにいくつものフォークを一つのデータに格納することをマルチフォークと呼び、元のデータを改変することなく、OS 独自の管理情報を容易に付与できる機能だが、実質的にマッキントッシュでしか利用できない。 障害への対応ファイルシステムには、急な電源切断などによる障害へ対応する機構を持つものがある。ジャーナルファイルシステムが最もよく採用される機構であり、その他にも ZFS のように書き込み操作をトランザクションとして扱うものもある。これらを用いることで、障害復旧時のチェックを大幅に短縮する、または完全に不要にする。一方、これらの機構を持たない、 ファイルシステムではファイルシステムの整合性を保つためストレージ全体を検査する必要がある。デバイスドライバデバイスドライバーはハードウェアとのやり取りをするためのソフトウェアである。一般にハードウェアとの通信を行うインターフェースを持ち、ハードウェアの接続される何らかの通信サブシステムやバスを経由して通信を行う。コマンドをハードウェアに送り、データの送受信を行う。 また、一方で、OS やアプリケーションに対するインターフェースも提供する。ハードウェアに強く依存するプログラムであり、OS にも依存している。これによって、OS やアプリケーションがハードウェアを使って動作することが容易になっている。ハードウェアの非同期的な割り込みの処理もデバイスドライバの役割である。デバイスドライバの主たる設計目標は抽象化である。ハードウェアは、 用途が動詞のものであっても機種によって動作や性能などがそれぞれ異なる。新たな機能や性能を提供するハードウェアが登場したとき、それらは従来とは異なった制御方式を採用していることが多い。OS を将来にわたってあらゆるハードウェアを制御できるように設計するのは困難である。従って個別のハードウェアの制御を OS から切り離す必要がある。 デバイスドライバは OS とのインターフェースをデバイス固有の処理に変換することが主たる機能となる。理論的には新たな制御方法の新しいハードウェアが登場してもそのハードウェア用のドライバが古い OS に対応していれば古い OS でもドライバだけ置き換えればハードウェアを制御可能となる。ビスタ以前の Windows や Ver.2.6 より以前の Linux カーネルではドライバ実行は 強調的だった。すなわち、あるドライバーが無限ループに陥ると、システム全体がフリーズした。その後のバージョンではプリエンプションが可能となり、カーネルがドライバーを中断させることができるようになった。多くの OS は TCP、IP プロトコルをサポートしている。歴史的に見れば、初期のコンピュータネットワークはモデムを使って電話回線で行われていた。その後、 パケット通信が使われるようになり、IBM の SNA などの各社独自のネットワークアーキテクチャが登場した。現在では TCP、IP を中心とした通信が主流となっている。通信プロトコルはトランスポート層まではカーネル内モジュールとして実装し、プレゼンテーション層より上はシステムプロセスとして実装されるのが一般的である。セッション層の実装はシステムによって異なる。 このようなネットワーク機能により、異なる OS 間でネットワークを形成し、計算能力、ファイル、プリンター、スキャナーなどのリソースを共有できる。ネットワークにより、あるコンピュータの OS が遠隔のコンピュータにあるリソースをあったかも自身に直接接続されているかのように透過的に利用できる。単純な通信に始まり、分散ファイルシステム、グラフィックスやサウンドといった、 機能の共有まで様々な応用がある。透過的アクセスの例としては、SSH によるコマンドラインの直接使用などもある。OS が関係するセキュリティ機能は、ユーザーがリソースへの何らかのアクセスを行う際に前、持って認証し、そのユーザーのアクセスレベルを決定し、管理者の方針に基づいてアクセスを制限することである。OS は、 処理を許可すべき要求と処理すべきでない要求を識別できなければならない。一部のシステムは単にユーザー名などで要求者を識別し、それによって特権の有無を判断する。要求者を識別する過程を認証と呼ぶ。ユーザー名を示さなければならないことが多く、ユーザー名に続いてパスワードも必要な場合がある。別の認証方法として、 磁気カードや生体データを使った認証を行うこともある。ネットワーク経由に接続などの場合、認証を全く行わずにリソースにアクセスさせることもある。さらに高度なセキュリティを備えたシステムでは、監査調整オプションも提供している。これはリソースへのアクセス要求を監視し記録するものである。プログラムが何らかのリソースを要求すれば割り込みによって カーネルに制御が渡るので、そこでセキュリティの確認が可能である。プログラムがハードウェアやリソースに直接アクセスできる場合、セキュリティは確保されない。何者かがコンソールやネットワーク接続経由でログインしようとする際にもセキュリティの確保が必要である。このような要求は一般にデバイスドライバ経由でカーネルに渡され、それから必要ならアプリケーションに渡される。 ログインにまつわるセキュリティは企業や軍などで機密情報を保持しているコンピュータでは長年の課題だった。アメリカ国防総省はセキュリティ評価に関する基本要件を定めた標準トラステッドコンピューターシステムエバリエーションクライテリアを策定した。特ックはセキュリティを要求されるシステムの調達条件とされるようになったため OS メーカーはこれを重視するようになった。 ボーンアゲームシェルのスクリーンショット。各コマンドはプロンプトの後に打ち込み、その下に結果が出力される。現在のプロンプトは画面最下端にある。個人が使用するコンピュータにはユーザーインターフェースが必要とされる。ユーザーインターフェースは必ずしも OS の一部とは限らない。通常はシェルなどのプログラムが実装しているが人間とのやり取りが必要なプログラムは基本的に ユーザーインターフェースを備えている。ユーザーインターフェースはキーボードやマウスやクレジットカード読み取り機といった入力デバイスからのデータを取得するのに OS を介する必要があり、モニターやプリンターといった出力機器にプロンプトやメッセージを出力するのにも OS を介する必要がある。主なユーザーインターフェースは古くからあるキャラクターユーザーインターフェースと 視覚的なグラフィカルユーザーインターフェースに対別される。グラフィカルユーザーインターフェース KDE プラズマデスクトップという GUI のスクリーンショット。プログラムは画面上にグラフィカルに結果を表示し、ファイルやホルダーやアプリケーションはアイコンなどの形で表される。操作にはキーボードの他にマウスも使われる。最近の OS は一般に GUI を持っている。 多くのプロプライエタリなシステムはカーネルと GUI が密接に関係している。他の OS ではユーザーインタフェースはモジュール化されていて任意の GUI をインストールしたり新たな GUI を作成したりできる。Windows では新たなバージョンが登場するたびに GUI を変更してきた。初期の Windows から Windows Vista までを比べてみるとその変化は大きいし、 マッキントッシュの GUI は1999年の MacOS 10の登場で劇的に変化した。Mac では初期からシステム 6.0x までが白黒の GUI でシステム7以降もカラー化されたのみで MacOS 8でプラチナアピアランスが採用されても MacOS 9.2にまでは基本要素はほぼ変わらなかった。しかし MacOS 10になって 完全に刷新され、アクアベースの GUI になった。MacOS 10 V10.3 以降では、メタルアピアランスが導入され、その後もバージョンアップの度に少しずつ手が加えられている。また、アクアとは別に、X11 も用意されている。MacOS 10の前身の NEXT STEP ススは、様々な独創的な GUI 要素で知られ、他の OS やデスクトップ環境に、 大きな影響を与えた。グレースケールのシステムだった頃より、アルファチャンネルを備えていたのは特筆すべき点である。Linux では GUI を提供するデスクトップ環境がいくつか存在する。Linux で使える GUI として有名なものは GNOME と KDE がある。1950年代、OS という概念が登場し始めた。初期のコンピュータは OS を持たなかった。 しかし、システム管理用、ソフトウェアツールやハードウェアの使用を簡素化するツールはすぐに出現し、徐々にその利用範囲を拡大していった。最初の OS は、IBM701 用にゼネラルモーターズが開発したもの、IBM704 用にゼネラルモーターズとノースアメリカン航空が共同開発したものと多くの候補があるが、どういった機能が搭載された時点で OS と、 呼ぶかによる。この時代のものを OS とは呼ばない場合もある。当時はパンチカード等から入力されたプログラムを磁気テープに一旦保存し、その磁気テープを大型コンピュータに接続後、プログラムをロードして実行していた。そのため、入出力装置のドライバにあたるものが作成されていた。また、アセンブラやコンパイラが登場し始めた時代なので、 まずコンパイラをロードしてからプログラムをロードし、コンパイル結果として出力されたアセンブリ言語をアセンブルするために、さらにアセンブラをロードするといった手続きが必要だった。こうした作業を自動化するバッチ処理が OS の機能として実現されていた。また、プロセスの状態を監視するモニターも実装されていた。1960年代前半には OS 機能の増強が進められた。 スプール、ジョブ管理、記憶保護、マルチプログラミング、タイムシェアリングシステム、そして仮想記憶の概念が登場し始めた。これらの概念を複数搭載する OS も登場していた。また、マルチプロセッシングシステムに対応する OS もあった。1960年代後半には OS は著しい進化を遂げた。現在の OS の概念や基本部分の技術の大半は この時期に完成された。1962年、ゼネラルエレクトリックがゲコスの開発を開始した。OS360 は1966年から IBM のメインフレームで使われ始め、NASA が月に人間を送り込むことにも使われた。1964年発表の IBM システム360シリーズに搭載された OS360 よび 360は世界初の商用 OS とされ、単一の OS シリーズで幅広いモデルと周辺機器を稼働させ、さらにハードディスクドライブをサポートし、本格的なマルチタスクを実現した。オペレーティングシステムという用語が一般化したのも OS360 からである。従来は機種ごとに専用の制御ソフトが付属し、機種が変わればプログラムは書き直し、 周辺機器は買い直しが常識だったが、OS がアプリケーションに一貫した上位互換の API を提供することで、OS360 用に書かれたプログラムは40年以上経過した現在の ZOS 上でもバイナリ互換で動作する。この OS360 は NASA が使っていたこの頃のもう一つの重要な進歩として、 タイムシェアリングシステムの本格的な実用化がある。コンピュータの資源を複数のユーザーが並行的に使えるようにすることでシステムを有効利用するものである。タイムシェアリングは各ユーザーに高価なマシンを独占しているかのような幻想を抱かせた。1965年のマルティックスのタイムシェアリングシステムは特に有名である。さらに1967年には システム3 6うに商用発の仮想化 OS である CP-40 と CP-67 が登場し、1台のコンピュータで同時に複数の OS を稼働できるようになったが、これもタイムシェアリングの応用である。また仮想記憶は1961年のバル o ス b 5 0 0 0が商用発とされ、1970年の IBM システム370シリーズ用の OS、VS で広く普及した。コンピュータの利用形態として、オンライントランザクション処理やデータベース処理が普及したのもこの頃である。1970年代から1980年代、前半は多種多様な分散システムが普及した。ミニコンピュータ用 OS としては、VMS が有名である。 マルティックスは1970年代の様々な OS、ユニックスなどに影響を与えた。ユニックスはオープンシステムと呼ばれミニコンピュータからメインフレームまで広く普及した。PCDOS は初期のコマンドラインインターフェースを持つパーソナルコンピュータ用 OS である。また1970年代には低価格なマイクロプロセッサが登場したが、初期のマイクロコンピュータは メインフレームやミニコンピュータのような大規模な OS を搭載する容量もなかったためディスク管理程度の必要最低限の機能しか持たない OS が開発された。初期の特筆すべき OS として CPM があり8ビットのマイクロコンピュータでよく使われた。その大雑把なクローンとして16ビットの IBM PC 用に PC DOS が生まれ、 その OEM 版である MS-DOS が普及した。これらは OS の提供する機能が少なく、画面制御など多くの機能は、アプリケーションが直接ハードウェアを操作する必要があったため、同じ CPU を使用していても、ハードウェアが異なると互換性も失われた。この MS-DOS と後継のマイクロソフト、Windows によって、マイクロソフトは世界有数のソフトウェア企業となった。なお、 1980年代の別の特筆すべき流れとして GUI を標準装備した Apple コンピューターのマッキントッシュがある。マッキントッシュの OS は当時の性能的制約から多くの部分がファームウェアの状態でハードウェアに組み込まれてはいたが現在で u ウ i ジェットツールキットを含むツールボックスと呼ばれる API 群を持ちアプリケーションにおける GUI のデザイン開発をある程度まで標準化した。マイクロプロセッサの高性能化と低価格化が進むと、業務用途のシステムでは高機能な端末を大量に用意することが可能になり、ユニックスをベースとしたクライアントサーバーモデルが普及した。クライアント機であるワークステーションの OS として、s ン n s IBM x e リッ l i x などのユニックス系 OS が用いられた。 この時期には肥大化したユニックスの再設計の機運が高まり、マイクロカーネルという新しい設計手法が生まれ、成果としてマッハなどのカーネルが作られた。しかし、ユニックスの権利を持つ AT&T がライセンスに厳しい条件をつけるようになり、ユニックスを自由に改変したり、改変した機能を外部に公開することができなくなった。このため、 オープンシステムとしてのユニックスのオープンな文化は一時衰退に追い込まれた。さらにユニックスの標準規格をめぐってユニックス戦争が勃発しユニックス市場は大きなダメージを受けた。1980年代後半にはパソコンにも3 2ビット時代が到来し1990年代に入ると低価格な AT5 換機でもメモリを十分に搭載すれば PC ユニックスの利用が可能になり始めた。当時のパソコンでは OS として最低限の機能しか持たない DOS が依然として使われており GUI やネットワーク、マルチメディアに対応させるためベンダが DOS を様々な形で拡張したシステムソフトウェアや Window システムを搭載するようにもなったが、これは互換性や信頼性など様々な点で問題を発生させていた。 こうした問題を解決するため、堅牢なマルチタスク機能、高度なネットワーク機能など、従来のユニックスワークステーション並みの機能が、パソコンにも求められるようになってきた。さらに、肥大化したソフトウェア開発の効率を改善するために、オブジェクト指向 API を導入し、マッキントッシュのように標準化された GUI を備えることも求められた。これらの機能を備えた OS は、次世代 OS、 モダン OS などと呼ばれた。1987年には IBM と Microsoft がパーソナルコンピュータ用に剣道なマルチタスク機能、GUI ネットワーク機能を装備した OS2 を発表した。1988年に登場した NEXT STEP は業務用途に耐える剣道性、全面的なオブジェクト思考導入による柔軟性、高度なグラフィック機能、 一貫した GUI といった新世代のデスクトップ OS で求められる機能をすべて実現した。しかしこれらは当時のハードウェア性能では負荷が大きかったため広くは普及せず代わりに軽量だが剣道なメモリ管理やマルチタスク機能は持たない MacOS や Windows3X などの GUI 環境が徐々に普及していった。これらは 当時の限られたハードウェアでも快適に動作したが、安定性や機能では劣っていた。ユニックス系 OS の流れでは、ユニックスの権利を持つ AT&T がソースコードの自由な改変を禁じていたことから、オープンソースのユニックス互換 OS が開発され始める。1990年にハードの開発が開始され、1991年に Linux がフリーソフトウェアとして公開された。 マイクロカーネルなどの新しい設計手法を採用し、トレンドに合わせたびたび設計が変更されたハードの開発が停滞する一方、Linux は保守的な設計とバザール方式という不特定多数の担い手による開発手法を採用し、迅速な開発が進められ、PC Unix のデファクトスタンダードとなった。ただし Linux は OS の心臓部であるカーネルのみのため、 カーネル以外の OS を構成するソフトウェアを揃えて、自ら環境を整える必要があり、初期段階においては、技術者などのごく一部の人たちにのみ使われていた。386BSD を皮切りに、フリーの BSD 系ユニックスも登場したが、ユニックスの権利者だったノベルと BSD を開発した、カリフォルニア大学バークレーコートの訴訟に巻き込まれ、開発中止を余儀なくされた。 1994年には Windows としては初めて3 2ビットに本格対応し、堅牢なマルチタスク機能を備えた Windows NT が登場した。ただこれも負荷や互換性の問題などから個人用途にはあまり普及せず、変わって急速に普及したのは Windows 3X を拡張しつつ Windows NT の機能を限定的に取り入れた Windows 95であった。 以降、Windows NT 系と Windows QX 系との並存が続き、Windows が Windows NT ベースに一本化されたのは2001年の Windows XP からである。また、Apple も同年、NEXT STEP を発展させた MacOS X を新たにリリース、従来の MacOS の後継となった。この頃には低価格なパーソナルコンピュータでも、 これらの OS の負荷を問題としないほどに高性能化しており、オープンで低価格な分散コンピューティングを広めた。2003年にはパソコンにも6 4ビット時代が到来し、OS も6 4ビット化が進んだが、1 6ビット化や3 2ビット化のサイト比較すると、OS の機能や役割に大きな変化はなかった。商用のパソコン OS の Windows と、 Mac OS X のいずれもが6 4ビットへの移行を徐々に進めていった。Windows は同一バージョンの OS で3 2ビット版と6 4ビット版の双方を提供して、Mac OS X は3 2ビットカーネルを維持したまま一般プロセスに6 4ビット機能を持たせる道を選んだ。2000年代中頃まではパソコンの性能向上が著しかったため、 デスクトップ用途の新しいオペレーティングシステムは同時代における高性能なパソコンを必要としていたが2006年を境にして CPU の性能向上の限界が顕著に現れ始めると高効率化を目指した開発にシフト。Windows VistaWindows 7や MacOS などの新 OS において高機能のマルチコア CPU やプログラマブルシェーダーを搭載した。 ビデオチップへの対応が進められた。オープンソースの流れでは、従来より GNU がユニックス向けのツール群を開発していたが、これらを Linux カーネルと組み合わせた GNU、Linux システムが2000年頃よりユニックス KOS の主流となった。また BSDKOS もユニックス KOS のシェアの大きな部分を占めている。一方、 組み込みシステムにもより複雑な機能が求められるようになり、ネットブースド、ビッグスワークス、リンクサース、QNX、エネアオセ、シンビアン OS など汎用 OS をベースとし、リアルタイム性能を持たせた組み込みオペレーティングシステムが幅広い用途に使われている。中でもオープンソースのトッパーズのイトランを含むトロン系 OS API が2020年現在、 組み込み OS の60%のシェアを持っている。1990年代以降はダウンサイジングの流れにより、業務用途でもオープンシステムや Windows へと主流が移行している中、信頼性、可用性を重視する用途には、現在でも専用 OS を搭載したメインフレームが採用され、使い分けられている。2000年代末以降、パーソナルコンピュータ市場が成熟化する一方で、 スマートフォンやタブレットに代表されるデスクトップ OS から派生した組み込みプラットフォームが普及し、モバイルコンピューティングが一般化した。これらはカメラ、GPS、加速度センサー、ジャイロスコープ、無線 LAN、Bluetooth、狭い画面に最適化されたタッチパネルなどのインターフェースを組み込み、携帯機器の低消費電力の要求に応えた iOS。 android などのモバイルプラットフォームを採用している。ありがとうございます。